辞めたんよね。答弁しようがありませんので確認した上で聞いてください。あ、そう、いや、はい、山本和弘委員、57ページの市営駐車場管理事業費の12節の委託料のところなんですが、建設部これ、はい、あ、そう、いや、うん、企画じゃいって聞きましたよ。説明しました。建設部です。説明しておりません。いや、説明なかったんじゃが、だから建設部が高立駅の駐車場の管理は企画がするようになったって聞いたんじゃが、違います。はい、違います。あ、本当。ごめんなさい。はい、他に質疑はありませんか。はい、山本克弘委員、59ページの、生活路線確保対策事業費の、18節の負担金補助および交付金ですけど、三高線沿線地域活性化交付金いうのは、ある4年度で終わるような聞いとったんですね、1200万円。JR からもらった基金を活用して、やるんじゃと、地域の活性化でどなたかアイデア出してくださいいうんで、令和4年までやるいう話だったんですが、これはなくなりましたですね。じゃあこれからは三高線の跡地については市としてどうされるんか、お聞かせ願いたいと思うんですが。予算トランケットを取るんじゃないですか。やめたんよね。市の関わりが予算に反映されてないけど、市の、ね、関わりが予算に反映されてないけど、その理由というか、あ、そうですか、いう形の質問だと思いますが、はい、反映されてない理由、はい、高家課長、はい、反映されていない理由というよりは、もともとその国、あ、県からの、こう県から、JR を通じて入ってき、あ、JR から県を通じて入ってきた交付金というのが昨年度はございました。ですが、それは地域の方に交付をして、その関係の予算は終わったということでございます。今後の取り組みということでいきますと、それがない状態の地域とどういうふうにこれを使っていきましょうかねというのは予算はついておりませんが、引き続き、通常の地域の皆様との、話をしていくというふうなことになると思います。はい、山本和弘委員、地域の方に交付してなくなった言われたんですが、この1200万円は地域へもう交付して今後ないんですよ、いう意味ですか。はい、工芸課長。はい、そういうことでございます。はい、山本和弘委員、1200万円を活用してその廃線の跡地に利用してくださいいう形が来たものをですね、地域に交付してどうぞご自由にお使いくださいことになったんですか。山本和弘議員、その1200万の件は令和4年度の予算ですよね。決算でやっていただく話かなと思うけど、はい、令和5年度の予算審査をしていただければと思います。はい、山本和弘委員、ここへ出とるだけの予算でもって審議じゃないと思うんですよね。結果がどうなるんかこれからいうところで予算審議をするんで、ああなくしたのはこうですから、だからもういいんですいう市の姿勢なのか、そういうところを聞かせてもらいたいんですけどね。市の姿勢ね、
はい、米村副市長。昨年のこの時期になると思いますけど、令和4年度当初予算を審議する際に、この1200万は地元の方に、交付金として、交付するというのを説明し、ご理解いただいて山本議員も賛成していただいていると思います。はい、山本和弘委員。地元へ交付するいうて今副市長でありましたが、地元でアイデアを出していただいてそれで実施するいう話をされたと思いますよ。交付するじゃないですよ。地元でアイデアを出してもらってそれを審査した上でやるんじゃいう話だったと思いますけど、ちょっとやっぱり決算審査になっていると思うので、予算審査、令和5年度の予算審査の話をしていただければ、例えば1200万今年は出んかったかなんでかっていうのはまだ分かりますが、昨年度の1200万の話を続けられたの。というように山本和弘さんの方にちょっと忠告です。他に質疑はありませんか。はい、山本和弘委員。65ページの地域情報化推進事業のことについてお伺いします。負担金補助および交付金のところに、ないんですけど、今のアジサイネットを使うのにですね、光通信で、やるんじゃいうことをお伺いしているんですが、医療機関の方が言われるのにですね、通信機器を、付属の通信機器を購入して接続せんとそれが使えんというふうに言われる部分があるんですね。でそれは使いたいものが購入してやるのはちょっと基本的にはおかしいんじゃないかなと。光通信がアジサイネットでやられとるんで NTT の光ネットが入らんいうことを聞いとるんですけど、利用するために利用するためにですよ、接続機器を買わねえいけんいう状況がある。じゃあそれを醸成するいうことにならんでしょうか。その当社からも要望もない。だから何のために何をつなぐか、機器名とか目的を言うところには分からん。あ、そう。そういうのがそういうのがあった場合には、そういうのがあった場合は、醸成する考えがあるけど。具体のことを言うところ。ちょっと変わります。分からないよ。ちょっと山本和弘に質疑をまとめて、質疑を求めていただきたいと思います。はい。アジサイネット接続18の負担金補助および交付金のところですね、アジサイネット接続サービス通信料補助金のがついてるじゃないですか。俯瞰地域に対して、ね、今のは俯瞰地域で言われたんですけど、この項目でもってですね、通信機付属の通信機器を購入して接続線には使えないという機器が出た場合は補助金を出す考えがあるかないかで聞きたいですけど。よろしいですか。石丸市長。何の機器か分からなければ答弁しようがありませんので、確認した上で聞いてください。